テンパってますよ、姉さんね。ご飯ご飯。うん、ちゃんとね。うん、何が？なんか自分の世界に引きこもってるね。全然違うじゃん。お兄ちゃんのお弁当も持ってきた。こんちは。にぎやかなのはいいね。賑やかにしようよ。ん？ちょっと図書委員で知り合った子呼んでくるね。あたしらに関係も深いことだし。やっぱりみんなで食べた方が美味しいよね。うん、そうですね。両手に花どころの騒ぎじゃないな。あえて俺も正直になろう。お前が羨ましい、いや妬ましい、これがジェラシー。嫌なところで正直者な人だね。おまた。にゅことでもあるしね。でも私先に工場行かないと。食べるもんなんもないよ。私もです。え、そうなん？それじゃあそっち寄ってから行こう。先に行っててくれて構わないですよ。なに、水臭いこと言ってんの。
チカ子ちゃんの仲でしょ。どんな仲よ。でもみんなすごいね。ちゃんとお弁当作ってくるなんて。とかは朝がきついし。そういえば通りさんは平気なの？お母さんが作ってくれるんだ。あれ？でも今日は？おばさん買っとんで言ってたけど。夜のうちに作ってるの。朝そこまで時間があるわけじゃないから。刑事が遅刻したら様になんないもんね。麻生さんのお母さん、刑事さんなんですか？うん。なんかすごいですね。どうなんだろう。喉が弱いんじゃないの？うん、好きだよ。この世にケーキとあんこ、どっちかしか生き残れなかったらどっち選ぶ？そんなことを言っていたような気がします。あ、綺麗に積もってる。イエーイ。誰もいないんだね。その誰もいないテラスになんでわざわざ来るの？え？なんとなくなの？だったらいつも寒い思いしなくてもよかったのに。いつもって？もしかして通りさんと京介ちゃん二人で食べてんの？
せた方がいいかなって。自分で作るだけ偉いって。京介ちゃんなんてエマに任せっきりのくせに。ついでだから一人分も二人分も変わりないし。エマ購買とか学食とか好きじゃないもんね。美味しくない。グルメ？そうでもないけど。グルメだったら私の食べてもいいよ。グルメだったら？早くいただきますしよ。ご飯、京介くんや。わらしべ長者っていうありがたいお話がありましてね。遠慮しない。ほとんど原型を保ってないじゃないの。しょうがないわね。こんなもんかしら。ご飯をうじゃうじゃやるのはちょっと下品かもね。
それじゃ。起立。よっしゃ、行くぞ行くぞ。まあな。おっと、この震えは武者震い。じゃあな、クリミ。変な島竹くんだね。島たけしでしょ、名前。でも今朝落ち着きなかったんでしょ。街を案内してもらいたいんだけど。露骨に嫌そうな顔して。よし、サンデーやっておしまい。だって昨日は全部を案内してくれたわけじゃないでしょ。お疲れ様。ん？あれ？千尋ちゃんは？毎日？それってもしかしていじめ？普通毎日出たりはしないでしょ。そうなの？そっか、そうだよね。じゃあ京介はどうするの？京介も毎日？